今回は原宿駅前にある意外な秘密が隠された2つの建物をご紹介します。東京限定雑学。原宿駅から出てくるとまず目につく建物、ここにあるのは大きなガラス張りの施設。さまざまなイベントを行うことができる貸しスペースで、2019年に完成しました。開業当時にはちょうど流行っていたタピオカブームに乗じて、東京タピオカランドなるテーマパークが期間限定でオープンしたのは、皆さんもどこか記憶の片隅に留めているかもしれません。その後も世界の名だたる高級ブランドやスマートフォンメーカー、あるいはアイドルなどのポップアップストアなどがオープンするなど、さまざまなイベントに使われています。そんな原宿では名の知れた建物は、実は意外な企業が所有しています。この施設のある場所はもともと昭和から平成の初期には大きな影響力を誇った西武グループの土地開発会社国土の本社が存在していました。国土といえば世界一のお金持ちとまで称された西武グループ創業家堤一族がその経営手腕を発揮し、古くは箱根や軽井沢の別荘地、バブル期にはプリンスホテルなどの開発により巨万の富を手にしました。しかし2005年、当時の経営トップ堤義明氏が逮捕されると、西武グループ全体で経営再編が行われ、国土はプリンスホテルに吸収、本社機能を失ったこの場所は売却されることになりました。その後この土地を買い取った不動産会社が数年所有していましたが、2013年意外な企業に再び売却されることになります。それがなんとヨドバシカメラです。現在もそうですが、当時からヨドバシは戦略的な競合相手であるビッグカメラと競うように、主要な鉄道駅の徒歩圏内に積極的な出店を行っていました。そんな中で渋谷駅前に店を構えるビッグカメラに対抗して計画されたのがヨドバシカメラ原宿でした。この店舗では冷蔵庫や洗濯機といった白物家電ではなく、スマートフォンをはじめとした最新機器を中心に販売し、原宿に遊びに来る若者をターゲットに出店が進められていたことが当時のニュース資料などには残っています。ところがその後ヨドバシカメラ原宿は開店せず、2019年になりオープンしたのがこのイベントスペースでした。このような変更があった理由については、ヨドバシカメラは非上場企業のため、個別の経営戦略について外部に発表することがあまりないので不明です。ただ分かっていることは、イベントスペースはヨドバシカメラの直接運営ではなく、電通などのノウハウを持っている会社が実際には行っているということです。つまりヨドバシカメラは現状段階では自社で家電量販店を運営するよりも不動産として運用することの方が利益が出ると判断したものと思われます。現在行われているイベントや建物の外観からは大手家電量販店の要素は微塵も感じられません。しかしこのビルの名前がヨドバシ J6 ビルであることからも、はっきりと所有者が誰であるかがわかります。ちなみに J6 というのはこの場所の住所が神宮前6丁目であることから来ています。そんなヨドバシ J6 ビルの隣にあるクラシックな建物、これは1965年に完成したコープオリンピアというマンションです。地上8階、地下1階、住居数164を誇るこの建物の名前は、お察しの通り1964年の東京オリンピックにちなんで付けられています。なおここのみならず、当時は全国各地にオリンピックの由来となったギリシャの都市オリンピアを名乗るアパートや飲食店などができ、日本中で一つのムーブメントとなっていました。これは現在の商業的なイベントとなっているオリンピックの性質上、それを想起させる名前を市政の人々が使うことを極端に警戒し、訴訟も辞さないなど、かなり厳格なことを考えると驚きですが、当時はそこまで厳しい締め付けはありませんでした。
特に名前もロゴもほぼそのまんまの関東のスーパー。オリンピックについても JOC との話し合いが行われた後、問題なしと判断されたという当時の緩さを感じさせるエピソードがあります。そんな東京オリンピックのメイン会場の一つであった代々木体育館を目の前にするコープオリンピアの特徴といえばその価格。当時一部屋3000万円から高いところは1億2000万円という価格で分譲され、日本初の1億円超えのマンション、つまり億ションとして話題になりました。当時の大卒初任給は2万2000円ほどであり、2024年は22万円ほどであることを考えると、コープオリンピアの分譲価格は現在で言えば安くて3億円、一番いい部屋は12億円というかなり高額帯だったといえます。オリンピックにあやかった名前が付けられたこのマンションは、皮肉にもオリンピック景気からの揺り戻しとして起こった不況により、比較的低価格な部屋は販売面で苦戦します。ところが10個あった1億円超えの部屋は早い時期に完売となりました。購入者は当然実業家などの高所得者がほとんどで、それもあってか当時は日本の人口が9800万人だったのに対して、自家用車は200万台、つまり 0.2% の普及にとどまっていたにもかかわらず、コープオリンピアでは駐車場を60台分完備しました。これは全164戸の住宅としては驚異的な数でした。建物自体は清水建設の設計で、全戸の日当たりを確保するために傾斜がついた独特な窓配置をしています。この物件はコープオリンピアの接種である不動産会社東京コープの創業者宮田圭三郎氏がアメリカで見た高級アパートメントのような先進的な集合住宅が基本的なコンセプトとなっています。そのためこのマンションにもホテルのようなフロントを配し、全館24時間冷暖房完備、地下には住民のための洋服クリーニングサービスがあり、各部屋の台所の流しには当時最先端の生ゴミディスポーザーが設置されていました。極めつけは屋上に住民専用のプールがあり、建物の1階にはスーパーマーケットやバーを併設する高級中華料理店なども作られ、まさに東京の中のアメリカを体現するような作りでした。現在まで建物の人気は高く、建築マニアにとっては必ず一度は訪れたい場所です。築60年が経つ古い住宅ではありますが、今でもかなりの高値で取引されており、原宿のシンボルとしてその座に君臨しています。なお一部ネットではこのコープオリンピアがかつてのジャニーズの合宿所、つまり事件現場だったという話が出てきます。これはイギリス BBC のドキュメンタリーの映像内で、建物の前の通りに車を停車させ事件の詳細を証言するというシーンからもその憶測が広がります。しかしコープオリンピアには存在しないバルコニーが合宿所に存在することと、 BBC のドキュメンタリーでの証言や映像内で見つめている建物は、位置を見る限りこの建物ではありません。ではどれかというのはここでは明言しませんが、 BBC のドキュメンタリーをご覧ください。さて、東京コープが作ったコープオリンピア、皆さんはコープと聞いてなんとなくスーパーや共済保険の盛況を思い出すと思います。しかし東京コープは生活協同組合とは全く関係のない民間会社です。この会社の創業者宮田圭三郎氏は歯医者でありながら医学博士でもあり実業家でもあるという非常に興味深い経歴を持っています。不動産業をはじめとして明海大学や朝日大学などの教育機関も創設した歴史があります。また飲食業にも力を入れており、その中でも有名なのは高級中華料理店でおなじみ南国鹿です。南国鹿はコープオリンピアの1階にもありますが、このお店は世界で初めて酢豚にパイナップルを入れたことで知られています。この奇妙な組み合わせはメニューの酢豚に高級料理店にふさわしい
何か特別なものを入れたいとの思いから、昭和の時代には高級品だったパイナップルを入れてアピールしたのが始まりのようです。ところで現在東京コープという名前の不動産会社を聞くことはありませんが、それはすでに不動産事業から撤退しているためです。そしてそんな東京コープが最後に手掛けた物件というのが意外なもので、世界的に有名だったりします。真ん中通るは中央線快速の新宿の次の駅。先日50年の歴史に幕を閉じたサンプラザがあるここは中野です。そんな中野の街で現在国内外を問わず世界中の人々が訪れる場所として有名なのが中野ブロードウェイです。地下1階から4階までの商業エリアには300余りの小さなお店が立ち並び、サブカルチャー系の店舗も多いことからオタクの聖地とも言われています。そんな中野ブロードウェイは何を隠そう、東京コープが手掛けた最後の不動産物件です。この建物の正式名称はコープブロードウェイセンターといい、1966年完成で、5階から最上階の10階まではなんと高級マンションとして分譲されました。約220戸の住居にはかつて東京都知事を務めた青島幸男氏が住んでおり、知事に当選した際にはここの5階で会見を開きました。また若い頃はその美貌で、近年はカーネル・サンダースにも似た姿で話題の歌手沢田研二氏などもここの住民でした。コープブロードウェイセンターは基本的にはコープオリンピアと同じような先進的な設備を備え、最上階にはもちろんプールも設置されていました。これは現代においてかなり庶民的な雰囲気が漂うブロードウェイからすると意外な話です。ただこの建物の建設に際しかなりの資金を費やし、かつ分譲物件に関して原宿よりもさらに販売に苦戦した結果、東京コープはこの物件を最後に不動産事業から撤退しました。こちらも住居部分には立ち入ることはできませんが、皆さんが訪れることが可能な商業エリアの内部にも歴史が刻まれており、外観だけでも一つの時代の象徴として価値があるので、訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。